美味しかった。まぶしい。今日はね、エビコンを使って東京湾でゴム釣り。まあ、東京湾のね、ボートゲームって本当にあの魚種も豊富でいろんな魚がいるのでね、まあ、このエビコンというルアーでやると多分いろんな魚釣れます。まあ、一応目すところはチヌ、キビレ、まあ、カサゴはかなり当たり前で、チヌ、キビレの場合は少しボトムを攻める釣りで、シーバスその他のこう浮いてるやつはもう着水から巻くというね、ツーウェイでいろんな使い方ができるエビコンでね、どうやって釣るかというものをね、見ていただきます。お楽しみに。よし、ということでやってみましょう。川の延長、海とまではいかないぐらいの感じだから、狙い目は当然チヌ、キビレ。アクション入れないと食わないのか、さば巻きで食うのか、まずはそこだよね。まあ、基本あの河口内というか汽水域の、まあ、僕は広島だから広島なんかで釣るときはね、ボトムをクランクでこうゴツゴツ小突きながら引いてきたりすれば大体釣れるんですよ。まあ、東京湾がどうなのか僕もね、熱心にやり込んだことはないので、ほぼ初めてのような感じだからちょっと楽しみであるんだけどね、どういうふうに食ってくるのか。当たった気がしたぞ。結構流れてるね船長。これエビコンが浮いちゃってるわ多分。うん、まあシンカー打てば大丈夫なんだけど、浮いてても食ってくれればいいんだけど、完全に浮いちゃってる。よし、食った。巻きで食った。巻きだ。よし、巻き合わせ。巻きで食うじゃないか。よし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 、なんでしょう。おお、元気いいぞ。お船の下に入っていく。お、チヌか。クロダイですね。キビレじゃない。はい、お願いします。よいしょ。はい、やった。いいじゃん、まあまあサイズじゃないですか。いいじゃないですか。44つとこだ。はい。記念すべき1枚目。ちょっとね、風もあって流れもあって、少しルアーのこう軌道とかルアーの動きがね、把握しにくかったんだけど、まあ、そこからルアーのテンションを得るためにスーッと巻いたらもうゴンって。やっぱ巻きで食うってのは気持ちいいよね。アクションかけて止めて釣るのも楽しいけど、巻きってなんかちょっと爽快です。で、このエビコンはね、巻くとね、これね、皆さん入手したらね、ぜひ巻きでどういう風に動いてるのかをまず見てほしいんですよ。ボトムスタンディングでゆらゆらさせて食わせるだけのルアーじゃない。巻くとね、完全にね、いい板にね、スイッチ入れる、いいボブリングするんです。それにたまらず食いついてきたって感じだね。よし、サンキューサンキュー、ナイスファイト、ナイスファイトでした。おい、おかえり。いやー、元気元気、グーッて。よし、さあ次行こう。次、よし、じゃあ2匹目行ってみますか。2匹目、ちなみに P はこれ1号 P1 号でリーダーが 2.5 号です。ちょうどチヌを相手に遊ぶのにはね、楽しいくらいのパワーかな。巻きで食ったのがちょっと嬉しいな。水深が2メーターぐらいしかないので、巻くと当然こうルアーは上がってくるわけだけど、水深が2メーターぐらいあればね、そこについてるやる気のあるチヌなんかはもう全然追っかけてくるので、やたらボトムを釣ればいいってもんでもないです。あ、
なんだあれ。お、ポチャパクかおい。何これ。お、魚だよ。ポチャパクだったよ。シーバスだ。シーバスポチャパク。よし。あ、びっくりした。何にもしてないの食ったよ。投げてポチャッつってライスラック取ってたら、なんかプッと止まるからおかしいな。なんかに引っかかったのかなと思ったら、ぐるぐるっと首振るから。エビコン。ポチャパクで釣れちゃう。いやー、相当みっともないヒットだったね。ポチャパクで食うくらい美味しそうに見えたってことだよ。で、それは間違いない。サンキュー。あっさり釣れちゃったシーバス君でした。よし。よし、帰ってもらいましょう。よしよし、いったいった。二度目の具。トゥイッチからの巻きで食わないか。20年近く前、広島の河川内でチヌを釣ってた時はね、あのバス用のシャットプラグで巻いてきて、パンパンとトゥイッチかけてスッと流すとガツンってくるパターンがね、よくあったんだけど、今ちょっとそんなイメージでやってる。まあ最初の1匹が巻きで釣れたんで、ちょっと巻きに徹してみようか一時。うわあ、よっしゃ、ヒット。よし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 、これは気持ちいい人だった。ゴトンときた。シーバスか。はい、シーバスです。まあ巻いてるから普通にシーバス食ってくるよね。はあ、これはあの釣れるべくして釣れたタイミングで食ってきた。うん、着水から少し水なじまして、まあ、黒すぎ身にゆっくり引いてたらもうコンっていうね、もうシーバスらしい当たり方っちゃそんな感じかな。うん、まあ普通に釣ったっていう感じで。一匹目のシーバスとえらい違いです。よし、お帰りいただきましょう。カサゴポイント到着。癒してくれるのか。ここは底がガチャガチャなの？全然ガチャガチャに当たらないな。着底してんだけどな、これ。まあかなり極端に根掛かりしにくいプラグではあるけど、船が動くとさすがにちょっと分かりにくい。あの、試しに進化つけて釣ってみるね。エビコンはですね、あの一種類の釣り方じゃなくて、かなりこうマルチな釣り方ができる設計になっています。で、一つはフリーで着水からのフォールで、最も魚がスイッチが入りやすいフォールスピード、速くない遅くない、このね微妙なフォールスピードっていうのがね、まず一つエビコンの特徴なんですね。それから、着底した時にボトムで立つ、ボトムで立つがゆえにトリプルフックに2つついてても、もう極端に根掛かりしにくいというか。で、単純にボトムで立つからだけじゃなくて、非常に頭でっかちのフォルムなので、これがガードになります。で、岩とかスリットにぶつかってもフックがスタックすることなくこれで回避してくれる、こういう能力を持たせてるんですが、投げて着水から巻くだけでもかなり魚にねスイッチ入れてくれる優秀なアクションもするんですけどもね、今僕がここで言いたいのは、魚が食うフォールスピードにしてるがためにやっぱり弱点もあるんです。それは流れが強いところ、それから深いところではフォールに時間かかりすぎたり、あるいは潮流があったら着底せずにこう吹き流されたり、そこだけ唯一の欠点がね。で、それを補う方法は当然考えてあります。おすすめの方法はこういうセッティングです。エッギングなんかで使うアゴリグ用のシンカーですね。特に僕はこのセッティングはね、河川チヌの時使うんです。
で、カキ殻とかガラガラあるときに、ここにライン合いがあります。着底するときはシンカーからつくでしょ。で、ラインテンションかかってるのでエビコンはこれ以上下に行かないんです。で、シンカーをずるずる引きずりながら釣りをすると。で、もう少しエビコン立つな、こんな感じで。これだと川の中で流れがあるときとか海でも潮流があるときにはこのアグレッシブシンカーのウエイトが何種類もありますから、深さとか流れに合わせてここにシンカーつけてやると、釣りがスムーズになります。で、またこのアグレッシブシンカーなんかのいいところはね、エギでもそうなんだけど、ルアー自体のアクションは、ね、死なないんです。エビコンの良さは出たままヘビーシンキングとして使いたいときはこういうセッティング、あるいはこれもありです。ライン合いにシンカー結ぶ、これだともっと逆立ちしますね。こういう状態になるので、沈んだ状態でね、で引っ張るとシンカーが後ろについてきて、でよりファストフォールになる。この2つの、セッティング方法でエビコンのね、ちょっと苦手とする潮流の速いとこ、それから深いところもね、これで十分対応できますので、ぜひ試してみてください。よし、くわえてる、離すなよ。よし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 、これ結構重たいんじゃないか。いいよ、いやー出た、ナイスカサゴ。渋い食い方がすごい時間かけた今の、これ最初のバイトがあってからこれあ、底立ちしてる時にお尻のフック食いに来てんの、これフロントフックは関係ない。岩の中潜ってね、怒ってこういう風にエラ開くとなかなか出てこない、ね、でこれが安定して落ち着くとエラ閉じる。そこまでね待ってやるといい。こう緊張が取れてたんで、まあ、だんだんエラが閉じてるでしょ。でこう落ち着くとほらほら閉じた閉じた、だいぶエラがさっきまでぐわーって張ってたのがこの辺が徐々に閉じてる。あれまた開いた、今こんなにこんなに開いてる間は寝に潜られた時はね出てこない。まあ手の上に乗ってんだから無理はないんだ。でもいい、好きよ僕カサゴ。これっぽいよこの子まだ怒ってるもん、外しても絶対まっすぐならない。もう背びれ立てまくってエラ開きまくって、ほいよし、さあどんどん行ってみよう。カサゴね、基本的にこういうハードプラグで釣ってもね、くわえたらすぐ離さないから、だからちょんちょんってやって誘いかけてティップがグッと入ったらね慌てない。そこでパーンとかやってやったらすっぽ抜けることが多い、うん、その辺がちっちゃいジグヘッドのアームとは違うところなので、もともとってね、テンションかけてちょんちょんってやるじゃない。こうやってる時にクンと重たくなったら慌てないのよ。さっきみたいにおこれ食ってるぞ巻き込んでよいしょぐらいでちょうどいい。まあその辺がシングルフックのねちっちゃいワームリグなんかでするのとちょっと違うところなんで、今この状態でこうエビコンがボトムでちょん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 ってなってる状態です。でお尻立ててゆらゆらしてるからテールフックを今目がけてパコンと食ってきてる状態で、さっきで加えたまま自分の巣へこう持っていこうとするからティップがグーッと、そこでゆっくりゆっくり強くグーッと合わせてやる。パンと合わせるとねよろしくないです。よっしゃー、およし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 、なかなか渋い今日は。だけど逆面白いな、逆に難しい。よいしょ、おサイズアップ、あサイズアップ、今度はフロントフック食ってきてる、ほれ。いやーなかなか可愛いよカサゴ。
背広立てろ。はい、グッドでした。よっしゃ、食った。ほら、テトラのね、沈みテトラの1段目、テトラが頭出してるでしょ。あれより1個下のテトラの上で、サイズは可愛いけど、インクスレベルのサビオ君とエビコンで、これはあの小さいけど、これすごく嬉しい釣れ方でした。水面から多分50センチぐらいのあのところにあるテトラの上に乗っかってた感じ。眩しい。よっしゃ、食ったね。あの石と石の間に投げたの、多分50センチぐらいで、水深よいしょ、絶好調。お、口の皮一枚危ない危ない。これ僕照明で見えなかったんだけど、こうムラソイで、ムラソイってね、僕ムラソイ釣り大好きで、こういうプラグで釣るんだけど、 すごい重要なことを覚えておいて、皆さん水深がね、1メーター超えたらほぼ釣るの難しい。いない。50センチぐらいが一番美味しい。で、30センチでも釣れる、ムラソイは。今、こう水面に出てる岩と岩の間に投げたのね、ボートが近かったので。で、着水から着底と同時に食ってきたので、あの、ムラソイってね、ほんとそういう浅いところに、の岩の中に隠れてて、物が落ちてきたら下から出てきてパクッと食う魚なので。浅いからといって見逃さないようにこういう釣りできます。で、なおかつこれ前も後ろもトレブルフックついてて、ちょっとね、明るかったら見せたかったけど、本当に岩と岩の間に落とし込んでも根掛かりしにくいっていうのがね、このプラグの大きな特徴でもあるのでね、ぜひ皆さんも恐れずにこうタイトなところね、攻めてみてください。こんな可愛い子が遊んでくれます。こいつで釣ってみたいと思ってたのに出してなかったので、そこをずる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 、お、いい感じで今そこを引きずれてる。ここは泥ですね、完全に。ティップがクッと入ると石とかなんだけど、おお、なんだなんだなんだピックアップで食ってきたシーバスだな、これ。今日はシーバス祭りだなよしよしピックアップであのこうボトム引きずってきたのがふっと上がった瞬間にドカーンと食ってきた。すっげえこれ、びっくり。上げてみたら今度丸のみこう困った食い方するな。まあそれだけ美味しそうに見えたんだ。このカラー大当たりかも全然違うよ、さっきまでのあの食い方と。すごいな。エビコンでね、いくつかのパターンの釣りを見ていただきました。まあキャストから表層、表層直下の巻きの釣り、まあ、シーバスがね結構ボコボコ釣りました。まあ驚いたことにナイトで、中層ぐらいだったかな、巻いてていいサイズのチヌがガツンときました。それからあのシャローのガラガラリア浅いところでね、底立ちからのチョンチョンからの軽いフォールで、カサゴはもうお約束通りバホバホっていう感じのね釣り方しました。あと進化を落としてね、あのチヌもしくはキビレ、を釣ろうと思ったんですけども、これまたシーバスが食ってくるというまあちょっとハプニングがありましたけども、まあ様々なね使い方で表層からボトムまで、いろんな魚が狙えるルアーですので、発売になりましたらぜひ皆さんもですね、いろんなパターンで楽しんでいただきたいと思います。はい、お楽しみに。エビコン